アルターマンです。急に寒くなりましたね。まあガス風呂には向かない季節になりましたので、ちょっとガス風呂以外のものに、いろいろ、興味が移ってきました。まあ、以前も、申し上げましたけども、東京マルイの18金のエアコキについては、まあ、今マルイの、ウェブサイト上に、載っているものに加えて、まあ、先日紹介した M645 も、入手しましたし、ちょっと古い、ルガー P08 も揃えました。で、まあコレクションとしてはほぼ、パーフェクトになったかなというふうに思ってます。で、じゃあ、他はどうだろうかということで、丸井の、10金のエアコキの、ページをつらつらと眺めていたらですね、実は18金とはやっぱり違うものがいくつかあって、まあ、あと色違いもありますけど、まあそれはいいにしても、やっぱりちょっとジグとして、やっぱり違う種類のものは集めてみたいなと、思って、しまいました。で、例えばですね、デザートイーグルとかワルサー P38 とか44オートマグとかオメガ、10ミリオート、この辺は、18金ではラインナップされていないですよね。で、まあ、44オートマグは、まあ、以前もご紹介して、塗装しました。それと、あと、ワルサー P38 なんですが、これ、実銃に比べてですね、ちょっとこの後ろの部分が張り出しすぎていて、ちょっとやっぱりイメージ違うんで買う気が起きません。ということで、残るデザートイーグルとオメガ、10ミリオートを買ってしまいました。はい、オメガ10ミリオートとそれからデザートイーグルです。まあなんかとにかくこういう風にシリーズで出ているとなんか、それを全て揃えたくなってしまうという、コレクター根性というか、コレクターの収益が、抜けきれないもので、とうとう18金のみならず10金の方にまで手を伸ばしてしまいました。で、デザートイーグルとこのオメガ10ミリオートはですね、まあ、もともと10金のもので安いので、Amazon で、新品を買いました。で、デザートイーグルが、1997円だったかな。で、オメガ10ミリオートが2502円。で、結構、なんか同じエアコキでも、500円以上も差があるんですよね。で、なんかデザートイーグルの方がやっぱり人気があるんで、こっちの方が高いんじゃないかと思っていたんですが、なぜか、オメガ10ミリオートの方が、500円も高いですね。まあ、デザートイーグルは人気があるので、たくさん生産されていて、在庫もたくさんあるということなのかもしれません。で、本日はですね、まずこのマイナーな方の、オメガ、10ミリオート、この銃をご紹介したいと思います。で、この銃の情報はですね、いろいろ探したんですが、日本語の情報は結構少ないですよね。で、かろうじてウィキペディアの、中に、こんなことが、書かれていました。それから私がよく参考にする、メディアガンデータベースというページがありますが、そこに書かれていたのはこういうことです。まあなんか両方読むと丸井がエアコキを出したから、日本で、ある程度知られている銃と
いうことになったような感じですね。ちなみにですね、まあ、この銃まさに10ミリオートということで10ミリオート弾というのを使うんですが、これは、スウェーデンの会社が開発した弾で、まあ、9ミリパラベラム弾よりは威力があって、かつ45ACP よりは、まあ、初速が高くて、当たりやすいという、まあ、ある意味理想の自動拳銃用カートリッジとして売り出したらしいんですが、まあ、この弾を使う予定の、ブレン10という銃が、これがなかなかうまくいかなくてつまずいちゃったので、結果的に、まあ、この銃も、この弾も普及しなかったということのようです。まあ、これもウィキペディアからの、受け入れですが。さて、この銃はですね、まあ、ガバメントのバリエーションの一つですよね。で、まあ、以前私も申し上げた通り、あんまりガバメント系の銃って好きではないんですが、まあ、この銃は、この、オールブラックなので、ちょっとかっこいいかなと思ってしまいました。それからやっぱりこのスライドが長いということは、バレルも長いということなので、集団性もいいんじゃないかなという期待もあります。はい、それではちょっと早速見ていきましょう。よし。まあ、いつもの取説といろいろ注意書きのセットですね。で、銃本体がこんな感じで、まあ確かにブラックでいいんですが、やっぱりちょっと若干なんかプラスチックという感じはどうしてもありますね。で、この銃の特徴としてですね、エキストラクターが、左右についてるというのがあるらしいんですが、まあそれ確かにここ銀色になってるんですけど、これってなんか表面にシール貼ってあるだけかなという気がします。まあただちょっとパッと見ると、黒い中に、シルバーでアクセントにはなっていると思います。で、刻印はここの左側にオメガ、これオメガっていう字なのかな。で、あとは、グリップパネルに、これあれなんだっけ、結構有名な会社のグリップの、ロゴが、パドマイヤーだっけ、が一応彫ってありますね。あとは、セレーションがこの前の方とかにもあります。で、こっち側は、シリアルナンバーらしきものと、それからスプリングフィールドアーモリー。まあ、この銃はそもそもスプリングフィールドアーモリー製らしいので、それと、チャンバーのとこに、10mm ウォートと、なんか、マーク。ここは、なんて書いてんだろう。ちょっと読めないですね。まあちょっと後で調べて表示しておきます。で、ここは ASGK で、ユナイテッド・ステーツ・プロパティ、まあ合衆国の資産であると。で、なぜかここ、M1911A1 US Army って書いてあるんですけども、なんか、あれかな。ちょっと実銃はよくわかりませんけど、これ、もしかして、ここのフレームの部分はあれかな。M1911A1 のガバメントをそのまま流用してるのかな。それでこういう刻印入ってるんでしょうかね。あとは、
フロントサイトの形状は結構独特ですね。まあこの銃そもそも射撃競技用ということなんですが、そのせいなのかな。でリアサイトは一応こういう、形になってますが、残念ながら、スライドと一体化していて調整はできません。でサイトピクチャーはこんな感じで、まあ結構見やすいかもしれません。これなんか反射防止のなんかセレーションなのかな。逆にちょっと日陰の加減で光っちゃって全体的に白っぽく見えますね。ちょっとなんか、リアサイトの幅に比べてフロントサイトが狭いような感じはあります。でまああと10金の銃なので、ハンマーは動きません。で、あ、サムセーフティは一応動きますね。とあとこれはスライドストップも、これも別部品ではないか、これも動かないですね。であとそうインナーバレル、まあ、結構やっぱりここまで来てるので結構他のエアガンに比べたら長い方なのかもしれません。そういった面ではちょっと期待はありますね。で、マガジンは10金の特有のこの割り箸マガジン、はい、ということで、じゃあちょっとこの銃の、弾速とそれから、試射をしてみたいと思います。はい、それでは弾速を測ります。マガジンの総弾数は12発ですね。まあこんなもんでしょうね。ジュール値も、0.1 を超えないので、まあちゃんと規制の範囲内という形になってますね。はい、0.12g だとちょっと上に行きすぎるので、0.2g で打ってみます。はい、ご覧いただいた通りです。まあ、初速は10金だからあんなもんでしょうね。で、集団性なんですけども、 0.212g だとやっぱりちょっと上の方に行き過ぎちゃいますね。まあ一応これも古い製品ですが、一応ホップはついているので
それでまあ、0.2 グラムでも打ってみたんですが、ちょっと今度 0.2 グラムだと、狙ったところよりもやっぱりちょっと下に行ってしまうというちょっと微妙な、ところでした。まあただまあ 0.12 はちょっとばらけましたけど、 0.2 グラムで打つと結構まとまっていたというふうに思います。まああと、こういうちょっと古い銃で注意しなきゃいけないのは失礼、こういうあれなんですよね、コネクションパイプ、この丸いのエアコキの古いやつ、こういうコネクションパイプっていう構造になっていて、マガジンから上がった弾がここにジャラジャラと流れ込んで、そこで初めて、チャンバーに送り込まれるんですよね。だから、一応マガジンの、弾全部打ち切ってもですね、ここに、これいくつかな ?1,2,3,4,6発か。6発ぐらい、こう残ってるんですよね。だからちょっと弾を、変えるときは、ちょっとそれに気がついたので、事前にここに残っていた 0.12 グラム弾を、全部打ち尽くしてから、0.2 グラム弾を、入れました。あとまあやっぱりここに残っていると、なんかの拍子に、まあ下からマガジンの今まで押されていなくてもですね、なんかの拍子にこう弾がチャンバーに入ってしまって、マガジン抜いて弾入ってないと思っていても、弾が出てしまうというケースもあるのかもしれませんね。ちょっとその辺は、注意する必要があるかと思います。まあ10金だから当然黒金も軽いですし、あとトリガーも結構やっぱり引きやすいので、そういった面では撃ちやすい銃でしたし、まあ、サイトもまあ、結構それなりに見やすかったですね、実際に撃っていた時は。あとはだからちょっと、それぞれ 0.12 の時はちょっと下向けに撃つ、 0.2g の時はちょっと上向けに撃つということで、結構当たるんではないかというふうに思います。はい、ということで、東京丸井の、10金のエアコキ、オメガ 10mm オートのご紹介でした。